はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガエメラルドビヨンドの体験版、主人公御堂くんですね、第2回目やっていきたいと思います。前回はとりあえず傀儡を与えられて、メインメニューこれでいいんだよね。で、この傀儡になんか力を宿せみたいな感じで、傀儡が4人いて、で力を宿すのも4体、でそのうち1体を、宿して別の世界に行こうというところですね。あれ、リタちゃん仲間にならなかったっけ。ちょっと待って、編成見てみよう。サポートメンバーって枠になってんな。あれ、しかもいないし。え、どういうこと。連携重視。あ、違う違う、これは連携の話か。リタ、入れてみよう。状態異常耐性。プラス 25%。え、リタちゃんなんか使いたい気もするけどな。ただ、傀儡もなんか4体いるしな。御堂くんは主人公だし。あとさ、武器とかなんか変えらんないの？あ、装備、技、術、ロール。召喚なんだよな。召喚って呼んでいいのか分かんないけど。あ、防具もちゃんとあるね。副防具 C。なんか持ってる？あ、持ってんじゃん。あ、増える、増える、増える。残打、突、炎、氷、雷かな。今のところちょっと残に弱いからナックルカバーにしとくか。他の人が装備しています。待て、そういうの余ってるやつだけなんか出してほしいんだけど。まあいいや、まだここあんまいじんなくていいでしょう。とりあえず先生に話しかけよう。怪しい生き物、どこかで見たことがあるようなないような怪しい生き物。奇妙な生き物、どっかで見たことがある。映画の中だったか。うお、先生の試練。先生から授かった試練を受注し、バトル中に達成することで報酬としてアイテムを受け取ることができる。先生の試練はさまざまな条件で増えていく。どんどん挑戦して貴重なアイテムをゲットしましょう。先生の試練、受注可能3つ。サブクエみたいなもんか。連携率 150%、 行動前に達す、全員生存。これ簡単そうだな、全員生存は。さっき、ていうか前死んだけどさ。渾身の一撃、あ、これ、1って1回だけ、あ、アイテムくれんのか。ここら辺はだから、汎用性の処方アイテムなんだな。精霊石は絶対くれんね。鉄鉱石、もう簡単だからこれ受けとこう。あと1個のやつも受けとく。渾身の一撃、一撃100ダメージ。強くなれば普通に達成できそうだな。連携200。割り込み。リザーブで敵の連携に割り込む。TTK って何これ。2体内に勝利。そんな早く勝利できる。あ、風の行方っていうアイテムもらえる。一応入れるだけ入れとくか。で、OK。先生の修行って何？修行可能。免許獲得まで残り3バトル。できない。あ、リタちゃんいけんじゃん。え？射撃メカ技？メカ技？あ、でもいけるのが、これか。え、片手両手、片手銃、両手銃とかもあるんだ。え、普通ヒットポイントよくね。じゃあ。これ、もうこれで修行してるってこと？で、3バトルすればいいのかな？メンバーの伸ばしたい能力を成長することができる。初めの指導は先生しか選べない。あ、指導者が先生だったのか。修行を通じ免許をもらえば、修行者も指導者になれる。指導者のスキルが、修行者より高いほど効率が上がる。ああ、なるほどね。強いやつを指導者にすればいいってことか。バトルパーティーや LP がゼロのメンバーは修行を受けることができません。ああ、やっぱりバトルから外れてるからいけんのか。で、3つあって、とりあえず火に行こうっていう話になったんだよね。火の方に向かっていきます。あれ、またさ、あの三角パズルやんのかな。とは別のリージョン、わずかながら家業っていうの、非業っていうの。あれ、入ってった。普通に入っていけたわ。お、ドロレス、闇の王。我が主人を蘇らせたまえ。私の血を捧げます。何卒我が主人にもう一度命を与えたまえ。
いや、むっちゃ重い扉だった。外に出られた。この風景は墓場。扉じゃなくて墓石だったか。墓に直結しているめちゃくちゃな扉だったねと。ご主人様が蘇ったって。そうなの？俺ご主人様なの？切り落とされた首もつながってる。若返ったようにも見える。劣人やんけ。君は誰？闇の王って何の話？復活直後で記憶がおかしくなっている。ご主人様の忠実なしもべ、ドロレスが何でもお手伝いする。手伝ってくれるのはありがたい。ご主人様が自己紹介なんて変。首を切り落とされた記憶なんて取り戻したくないでしょうけど、やるしかない。この子に付き合ってみよう。闇の城へ向かいましょう。墓場スキャン。封印された城。必要ピースっていうのがあるよ。所持数ゼロだし、まあ、やるだけやろうか。あっち側だな。これ普通になんか敵ってどうなの。色欲の監視塔。これはなんか言ってんね。でもなんか戦闘ができるような感じではないからな。闇の色、深さはわからない。いけないよね、こういうとこ。タイダの監視塔。なんかいろいろあるね。闇の町。入れないでしょ、だって。もうマジでわからん。とりあえず目的地へ行こう。リトグラムイベントが始まる場合がある。ピースの持ち込みが必要な場合にはピース情報が表示される。持ってるかどうか確認してからビジョンに挑むことができる。必要ピース。三角ピースってでも持ってない。ここが闇の城。闇の王よ、我が主人が帰ってきました。ありがとうございます。もうしばらくお待ちください。必ずあなた様を復活させます。なんかの封印。はあはあはあ。ここに何かをはめ込むと封印が解ける。鍵は4つに分けて監視塔の当主たちが隠してしまっている。それを奪おうとしてご主人様は殺されてしまった。思い出した。ご主人様。1、2、3、4。悪趣味な。とまともなのは一人もいません。鍵を手に入れるためでも正面からぶつかるのはやめた方がいいです。考えて行動するわ。何も考えてないんだけど。色欲の果て、鈍色、憤怒。あれでもモンスターはここにいるな。バトル内容楽勝って何。これなんかさ、でも全部できないっぽいんだよね。なんかバトルがあった方がいいかな。フンド、フンドってどこだ。あ、ここ。ちょっと待って、他も見たいっちゃ見たいんだけどな。いやー、何もないわ。もう行くしかない。変な男がいるんだけど。闇の城を守るために作られた監視塔の一つ。闇の美徳、憤怒を司る。周囲には殺気が漂い、目を血ばらせた者たちが死闘を繰り広げている。帰ろう。動かないクラッチ。あ、こいつが塔の主か。今月のバトルトーナメントの勝者はお前だな。優勝の商品は俺様とのバトルだ。さあかかってこい。そんな当主様に勝てるわけはありません。つべこべ言うな。では俺様から行くぞ。一発 KO。 バトルトーナメントの上はどうなってんだ。それが参加者がなかなか集まらない。それをなんとかするのがてめえの仕事だろうが。ブラックだ。
2発。さすが俺様の部下。怒りに任せてまた一人手下を減らしてしまった。あれがフンドの当主。いつも怒っていて熱い戦いを求めている。闇の城の鍵を持つ監視塔の一人。でもなんかバトル楽勝って書いてあったけどね。どうやって鍵を手に入れよう。あいつとは直接戦わないのかな。あの様子は戦うしかないやろって言ってるけど。バトルマニアとまともに戦うなんてご主人様らしくない。あの気の短さを利用できるんじゃないですか。まともに戦うようなんとかやってみよう。俺と勝負しろ。挑発してんのかな。新しいやつが現れた。口先だけでなければいい。俺が勝ったら闇の城の鍵をもらう。どうだ。よかろう。お前の命をもらう。あれ戦闘になったんだけど普通に。5ターン持ちこたえろ。これってさ、攻撃した方がいいのか。木箱みたいなのが行動不能木箱。ちょっとやってみよう。切り払い一気に押し出す。一応これ4連携取れる。ゴーホーネスト 139%、 158%。 痛い。痛いです。ちょっと待って、これ危ない時ほど集中できるぜ。はないの。スタン、ちょっとやってみよう。我らの務め果たすは今ぞ。流し切り。攻撃から味方をかばいダメージ軽減。あ、ディフレクトか。あ、ディフレクトあれだな。誰かみんなあれだったっけ。決まってや。ハリみんな、じゃなくてこいつハリ2か。まあいいか。じゃあ全然勝てないからね、多分。自身への攻撃を受け流すことや身代わりとなって敵の攻撃から仲間を守ることができる。これをプロテクトと呼ぶ。と、もう12、18、あと3ターン。ちょっとパリーも駆使するか。まずはやっぱスタンはなんかかけておきたいな。効くかどうかわかんないけど、パーリーでしょ。で、こいつはガード。リフレクト3も使うのか。無理だな。なんか有効なものはなさそうだから、もうこれでいいや。いや、だからガードされてるから。おお、すげえ、ミスミス。あと2ターン。パーリーリフレクトで、OK。 ガード。もうほんとこれだけでいいの。ちょっと待って、リフレクトってさ、誰を選ぶかやるんだね。ハリーは自分か。BP が残っています。大丈夫です。回避。全員生存。あ、3分の1って3回やんなきゃいけないんだ。獲得アイテムククリ。やった。ええ感じや。よし、筋力1。ヒットポイント上がると結構上がるんで、10くらい上がるわ1回。木箱を破壊したからか、少し本気を出す。真面目に戦うのはアホやな。逃げたか。逃げる獲物を追うのも楽しい。来た。フンドの当主が足が遅くて助かった。ここに突き落とすのか。井戸に隠れんの。
いや突き落とそうよ。考えてる間に追いつかれてしまった。もっと逃げてくれないと楽しめない。俺らを捕まえた気になっとるみたいだけど、そううまくいくかな。俺サバを舐めんなって言ってるし、マタドールの気分や。なんてどうやって落としたんだよそもそも。あでもそこはあるね、バシャーンってなったから狙い通り井戸に落ちてくれた。鍵を探そう。今なら鍵のピースを手に入れられるかもしれない。行こう。よし簡単に手に入ったな。鍵が手に入った。あでも全部やんのか。それ1個ずつしかできないもんね。まあじゃあ1個ずつやるか。一応目標地点ごとにこう色欲の果て。君らが密かに結婚したと聞いた。結婚おめでとう。2つの命から1つの愛が生まれる。素晴らしいことだよ。それをなぜ秘密にしたのかな。それは結婚税を払いたくなかった。何、結婚に税がかかるのか。今夜結婚税を納めれば公明正大な結婚ができる。いくらすんの結婚税って。私への一夜の奉仕、それだけ。あなたか、女性か男性か。なんか絶対ろくなことになんないよね。強制は似合わないし美しくないからね。待ってるよ。あれが色欲。丁寧な態度を装っている。頭の中は欲望でいっぱいです。あいつから鍵を手に入れようとして殺された。このさ、もともとのご主人さ大したことなくね。乗り込むしかないって担当すぎるわ。ちょっと待って、ひえお待ちください。逃げるだなんて一言も。こいつを連れて行くならこいつを連れて行ってください。あ、どういうこと、自分だけ？闇の城の鍵。あんたらは闇の王を助け出そうとしている。ぜひやってくれ。闇の王がいればあんな監視塔の主の言うことを聞かなくても済む。色欲の当主は本当に恐ろしい力を持っています。当主の言葉に逆らえない。蛇の目で睨まれるということを聞くしかない。犬には噛みつかれていた。犬にはあの力は効かない。噛みついた犬がどうなったかを考えたくない。人を従わせる力、人間以外には効かない。結婚おめでとうございます。末永くお知らせに。今のは何の思いだ。幸せって何だい。傀儡じゃダメなの。犬を探すしかない。噛みついとる間に鍵を探す。犬っていうか狼っていうか狼か。行ってみよう。あっ違うか。ここね。あモンスターが。犬ではなく狼を捕まえる。狼の方が効果的。狼の遠吠えを聞きませんでしたか。てか住人普通にいるんだね。いいや君ら、狼を捕まえて何するつもり。狼はそんな簡単に捕まえられるのは動物じゃないよ。まあそらそうだな。
闇の城の鍵、闇の王を解放するつもりなんだな。俺も手伝ってくれ。俺は闇の王に頼みたいことがある。手伝ってくれるのはありがたい。狼使い、狼のことは俺に任せてくれ。それはありがたい。狼は連れてこられてない、ないの。呼べばすぐ現れる。結婚税を納めに参りました。なんだと、自分から結婚税を納めに来る者がいるのか。失礼した。結婚税の真の意味を理解してくれる者が言ってくれたことがあまりに嬉しい。つい叫んでしまった。二人の結婚を祝福しよう。これ男同士やんけ。税はどのように納めればいいのでしょうか。花婿のどちらかに奉仕をしてもらおう。私はこちらで待たせていただきます。狼はまだか。大丈夫、呼べばすぐ現れる。超怪しいんだけど。失敗しそう。早速行動開始。え、わからん。こっちもさ、巻き戻しできるんだよね。ふいってやってさ、ほら、失敗したら巻き戻せってこと。まあ、じゃあ上から行こう。でも花婿のたくましい肉体見せてもらおう。色欲の当主は美しい方だと聞いていたが、実物はダサい。君はまだ私の魅力に気がついていない。さあ私の目を見ろ。私は美しいだろう。色欲の当主さんは美しい。だがあんたは違う。さてはあんた偽物だな。なぜだ、なぜ私の力は通じない。おい偽物、闇の城の鍵を持っているなら出せ。鍵をよこせ。あ、こいつ自体が狼になったんだ。人狼。なるほど。ゲットした。え、ちょっと待って、あの人狼と戦う、どこにもない。え、これさ、ちょっと巻き戻してみる。巻き戻しって言うとどういう使い方、こういう使い方じゃないのかな。ちょっと左側にやってみよう。で、ここら辺多分変わらない。で、人狼になって、あれ色違う、そんなことない、わかんない。さっき何色だったっけ。ああ、なんか変わんないっちゃ変わんないのかな。なんかわかんねえな。待って、貴様ら、鍵を持って塔を出て、持っては自分が食い止める。あ、バトルはこいつだとバトルするってことね。バトル準備やってみようか。リッタちゃんなんか出したい気がするんだよな。今んとこさ、武蔵がさ1で使えるものがないからな。サポートメンバー武蔵に変えよう。中断されます。そっか、修行中だったわ。修行しててもらおう。一回行こう。今は区別で乗り切ろう。あの真ん中の騎士倒したいな。ちょっとなんか連携つながったりしないのかな。ただ最初はちょっと星が少ないからな。こいつ2使うもんね。だって最低でも切り払いだよな。一撃で終わりだな。前に出れない、早打ち。早打ち2使うのか。まあいっか。よし、これでいこう。ん？敵の技の属性に反応することで、その直前に割り込んで先手を打つことができる。これをインタラプトと呼ぶ。おお、ここどこ。インタラプトしたらだいぶ上がったな、攻撃力が。 A が離れてんね。まあいいや、よまずこいつをぶっ倒そう。リ
ザーブ解除。ここら辺をまあ繋いでいければなんとかなるのかな。攻撃やろう。あ、地上走者スタン、ミス。ランクアップ。スタン。でも分からん、どうなってる。あいつはもうマジでぶっ倒してな、こいつで精密射撃でこうで、B が地上走者使ってるのかな、何使ってくるか見えんのか。いやなんかそうだな、パンチ28、続いてくれ。倒しました。でこれガッチャンコしないのかな。ガッチャンコはしないのか。ここはちょっとサガスカとは違う感じか。あくまでもタイムラインなんだな。でガード負荷、早打ちガード負荷。ガード負荷ってだって結構良くない。流し切り、これいけんな。リザーブ解除、これ B にやってみよう。あ、なくなっちゃった。育ちは私だ。どうだ、インタラプト。どうなってんだか分かんねえ。全然意図した感じにはなってないな。地上走者ってこれつながるでしょ。キクリカでこいつは、あ、こいつは最初に持ってこれんな。でカットインもいけるっしょ。で強撃が1でいける。なんでよくわかんねえ。ちょっと理解ができてない、まだ全然理解できてないわ。いけ、100%。 全員生存。兵士の鎧2つ。ええ感じや。よしよしよし、ヒットポイントアップ。安心せぬことだ。よし、ヒットポイント、筋力強くなるのか。え、獲得したロール貴重ね。闇の城へは俺も必ず連れて行ってくれ。闇の王ならば俺を救えるはず。あ、こいつ人間になりたいってことかな。どうやって鍵を手に入れたんだ。では貪欲、一個ずつやっていこう。これは全部一個ずつやる系だね。貪欲というか貪食か。みんなやる気、あれこいつはさっきいなかったっけ。僕は飢え死にしそう。こんなにも痩せ細った僕を見て君らは何とも思わないの。豚を一頭ほふってまいりました。それっぽっちで僕の体が元に戻ると思うのかい。君らを食べるしかない。お許しください。私のお腹には赤ん坊がいるんです。せめてこの子が生まれるまでお許しを。赤ん坊、そういうことは早く言いなよ。赤ん坊が生まれるまで食べるのは待つことにしよう。生まれたらすぐに連れておいで。君らみたいにも皮も肉も硬い大人と違って赤ん坊は柔らかい。ありがとうございます。今月も生き延びることができた。この男なんか毎回毎回ゴミクズやな。何でもむさぼり食う。いつも腹をすかしている。あの人たちに話を聞いてみよう。これ乗り込むとマジでガチで戦うことになるのかな。でこれさ戻れんのかな。ちょっと待って、お許しください。なんか教えてくれ。棒ぐらい、いつも食べきれないほどの食べ物を集めている。珍しい食べ物も好き。味なんて分かんないくせに。大量の食べ物、珍しい食べ物。元気な赤ちゃんが生まれるといいですね。今のは何か冗談なのか。
あの人に会ったことは忘れましょう。大量の食べ物、どうやって手に入れましょう。ドロメスにお任せください。どっちか、大量か高級か。これは質でいこう。人ってあいつが怒ったとこじゃないか。絶対に手に入らない食事がこの井戸で手に入る。ゴミでもいいでしょうってよし、やってみよう。何か手応えがある。戦闘になったんだけど、投手が出てくるとかないよね。あ、普通の敵だな。最初なんかスタンさせておきたいよね。こいつは先に行動されるから A を狙おう。で、一気に押した。ハディしておくのもなんかありな気がするな。最初のターンはあの星が溜まるまで一気に押し出す。あ、そっか、あと2しかないからか。じゃあ切り払いの一気に押し出すやつをつなげておこう。でまず B から動くぞ。ガード、どうだ。全ガードされてる。おっと、痛い。俺が切り開け。切りパンチ、やば、だいぶ食らったな。で、1,2,3,4,5 か。でも地上操作のマジでやっときたい。これアッパー、切り落とし、切り落とし、こいつを倒しておきたいな。連携つなげられると結構厄介だから、攻撃もいこう。で、切り払い、ちょっと待って、カットインでつなげよう。 OK、3連携、スタン、てかウィーク、倒した、ウィーク、いいじゃん。痛い、バンプされた。さて、カットインはあっち行っちゃうのか。で、こいつ前に持って、早打ちで前に持ってくれない。てか早打ちってさ、あれがない人だけど、線がないんだけど、どういうこと。連携する、いや、できない。早打ちが毎回毎回できないんだよ。これインタラプトだから、インタラプトの位置じゃないとダメなの。援護しよう。で、前に来よう。あ、全然多分3人で連携するか。じゃあパンチで攻撃、なんで星が減ってんのかが謎なんだけど。ちょっと毒なんか効かなそうだけどね。毒ランクアップ、ウィーク、フォロー、援護射撃、まずは私がぶちかます。パン、毒具も多いね。クグツは動きを模倣することで他者が使用した技をその場で再現し我がものとすることができる。これを写し身と呼ぶ。写し身はクグツ限定、ウィーク、いや死にそうだからな。ちょっと死ぬ前になんとかしたいな。早めに持ってこないかな。どうだ、みんな決まってや。一人我らの務め果たすは、ちょっと待って待って、ディフレクト、ディフレクト、誰だ誰だ、ディフレクト、我らの務め果たすは今ぞ。よしで、こいつは待って、精密射撃でしょ。で、これディフレクトでしょ。で、パンチ、切り払い、こいつ前に持ってきたいな。あ、これ前に持ってくれる。おお、怒涛の、これで終わりや。よし、
全員生存完了。あ、そうだ、なんか手に入れたんだ。よし、筋力アップ。強くなるのか。イエーイ、体力アップ。クリアしたみたいやな。おお、あれ経験200なかったっけ、やってなかったんだっけ。精霊石ってかアイテムってどうすればいいんだ。これは食材にはならん。なんか手応えがある。引き上げてみよう。古いラッパ銃アイテムか、もらっておこう。え、これ何、食材手に入れるまでもしやるの。バトル準備。アイテムってどうすればいいんだ。装備品の強化、ブロードソード、ルーレック、謎すぎる、スバイ、ホコ、古いラッパ、弱え。まあそりゃそうだよ、強そうな感じはしないもん。兵士の鎧、術師のローブ、術師のローブ、術に強いな。タブレット、これちょっとなんか着込みたい気がするけど、今装備できる。これ伊藤君だって空いてるもんね。あ、そっか、6分の0ってことね。タブレット飛び込んじゃん。で小町がちょっと弱いのか、やっぱり体力13だもんな。あれ、なんか全部装備してんじゃん。あ、全部装備してるわ。じゃあいっか、ミトウ君のレザージャケットの主装備を、ま、上がるものは上がった。よし、ちょっとトップに弱くなるけど、トップじゃねえや、ダンに弱くなるのか、しょうがない。ここでやってみよう。バトル難易度強敵。え、超強そうなやつがいいんだけど、ちょっと待って。めった刺しになってんな。極限にこそ得るもの。誰を選ぶのかって見れる。え、誰、え、超謎なんだけど。そうすればそいつなんかディフレクトとかできないのかな。こいつ防御するから一旦ちょっと攻撃するのはやめておこう。 L2 星はてな。ちょっと待ってね、回復、ちょっと針かけとこう。で、OK。 あ、全員復帰か。強くねえか。で、地上走者でこいつなんとかで、どっか毒効かないかな。効かなし、絶対効かないでしょ。まあいいや、やっとこう。で、なんか攻撃力下げられてんな、多分。ゴーホーナースト。どうだ、どっち、スタンスタンガード、毒にならない、パンチいった。こいつマジでスタンしねえか、てか毒になんねえかな。試す、とにかく試す。で、他の余ってるやつでちょっとこいつをぶっ倒すか。これは絶対死者が出んな。いけ、ガードか。ガードされると多分スタン出ないかな。ガードして20回痛いです。あとちょっとで倒せそうだけど、食べるってなんやねん。インタラプトもできねえかな。あとちょっとこいつを倒そう。で、カットインで前に出てもしょうがねえかな。こいつ前に出したいよな。まあでもみんな半分以上はあんのか。流し切り、毒、絶対毒にならないけど試す。
食べる。あ、こいつを食べるってこと？完全に回復してるやんけ。私が崩す。ウィークで20だよ。全然連携技だ。夢には嵐、うつつと知るべし。独壇場。ダメだ。防御力もアップしてんな。あ、インタラプト。これができる理由がわからん、マジで。これも一応つなげとこう。あと後ろ3人でつなげる。カットイン。流し切り。待って待って、火力でいく？ブルクラッシュ。めっちゃ後ろ行くな。フライングボディープレス。ザ・ゴリ押し。ダンカップ。27。インタラプト。あ、やばい。これやばいやつだ。いけ。ウィーク。いや、全然強えんだけど。みんな、決まってや。え、これちょっと待って、メニュー。再戦ロード。ああ。ない。別になんかアイテムを使えるとかないな。だからとりあえずカットインでなんか何発か繋げておこう。危ない時ほど集中できるぜ。で地上。いや、スタンできればな。めちゃくちゃでかいんだけどな。我らの務め果たすは今ぞ。今日しかないか、やることは。ガード、ガードガードガード。やばい、死んだ。マジで勝てる気がしない。また人は散る。威力の高いやつでやってこう。俺の力が足りひんに言うんか。でカットイン。肩を崩すな。流し切りも一つ心が残ればよいのだ。フライングボディープレス。思いつつリザーブ解除。戦っていると無意識に体が動いて装備中の武器に応じた新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。何をしてるの？限りなき思いのままに。オーバードライブ。流し。プレス。ウィーク。あ、行動は封じたな。タックル。で。こいつらで、いや、この2人でいけるか。こいつと、あ、これ覚えたのか。ヘイト消去。いや、でもな、連携が取れなくなった。これ、どうなってる？連携取れてる？ちょっとやってみよう。これでもし連携取れてれば、繋がってれば間に挟まってても大丈夫っていうのが分かる。うちみ。今ひとたびよくわかんないんだけど、みんな似すぎてて。カット、パンチ。育ちは私だ。あ、入るな。やっぱり連携入ってるわ。死ぬなよ。よし、大丈夫だ。こいつそこそこ元気だな。で、つなげたいはつなげたい。ブルクラッシュで後ろに持ってこよう。で、これ前に出て、こいつもここに行こう。こいつらがしょうがない。死んだ。ライフボディプレス。これで、無理か。いや、でも、このターンでいけんな。
ブルカッシュこっちも使う。よし、これいいんじゃない。これでしまいや。これでマジで終わり。ランクアップ。負けんぞ。いや強かった。ブラッド・アラクニだ。獲得したロール、リンクマン。日々鍛錬を。ゴリ押し。俺すぐゴリ押すから。よし、コマちゃん。お、結構アップした。リンクマンスターター。ここら辺のロールもちょっと見とくべきだな。まあまあヒットポイント上がること自体は全然いいからね。おお、満足する食材。帰ろう。貢ぎ物をお持ちいたしました。おお、豪華だ。とろける味だ。闇の城の鍵をいただきとうございます。この食材にはそれだけの価値がある。お前はそう言いたいわけだ。気に入った。闇の鍵を持っていけばいい。他の3つが揃わないと意味がない。他の投資が何とかするだろうからさ。他人任せやな。よし、鍵が手に入った。あれ、生贄になったやつどうなったんだこれ。では怠惰の果て。順番とかもなんか意味あんのかな。怠惰って、このやる気ないシリーズ。安眠月。安眠月にはどうするのかな。働かずに寝てていい。食べるものがないから仕方なく働いてます。働くから殻が減る。アホなのか。地下鉱山で死ぬまで休みなし。地下鉱山は嫌だ。安眠を妨害した。許されるわけがない。これで寝られる。アリがタイタの当主。本当に怠け者。でも他人を働かせるのは気に入らない。なんか毎回毎回殺された殺されたって言うけど、うん、まあ普通に乗り込んでもちょっと無理っぽいからな。なんか2周目とか3周目とかだったらご利用していける気がするけど。怠惰の当主様がわざわざ働かなくていい月を定めた。働きたい人は働いてもええじゃないか。そうだ、だから地下鉱山で当主様のために働く。理にかなっている。そんな君怠惰の当主ザクテン知っとる。もちろん知ってます。なんでお前こんなやつの言うこと信用するのか。まあ、ちょっと一応助けるか。あ、戦うってこと。なるほど、まあやるしかない。失礼剣がある。ただまあちょっと最初はやっぱり気を練るには物足りんな。カットインで連携をちょっとつなごう。スタンしろ。しない。出た、失礼剣。かっこいい。強いっていうか失礼剣。地上、あ、こいつ防御、全員防御してんじゃん。どうなの。じゃあ援護射撃殴る。あ、でも誰も食らわないんだったらちょっと殴るだけ殴っとくか。こいつは何もできねえな。パンチ、フォロー。フォローの使い道がなんかいまいちわからんだよな。うつしみ。え、敵の技もうつしみすんの。これ失礼剣の C は倒したいよな。
で、ちょっと毒でさ、これちょっと毒にしておきたい。で、氷石剣で、ちょっと後ろに行くか。で、早打ちで前には来れないか。援護射撃毒、ドクターで、フォロー。え、だいぶ前に来たな、いつペイトしよう。お、いいね、毒強いわ。じゃあ、あいつはちょっとほっとこう。で、C を倒しにかかって、カットインで C でしょ。で、ちょっと毒で A 毒にしたい。で、強撃でだいぶ、まず A の攻撃を食い止めればと思ったけど、いけ、毒ギリ。人間は我流技、使用した技をもとに新たな技をひらめくことがある。これを我流技と呼ぶ。これは何の技だった？連携技だ。お、いいね。愚かに。今回楽勝だったな。まあ初戦はあれか、感じや。ただの兵士か。運動性アップ。アタッカー。タイダの弱点って何？そんなものあるわけじゃないですか。地下口座に送ろう。うるさいのが嫌い、疲れてすぐ寝る。まあそりゃそうだな。こいつが何か知ってるとは思えんかんな。眠くなんの。あとこれ戻れる。でもさ、戻ったらさ、戦闘結果とかどこまで戻れんだこれ。あ、まあ、ここまでしか戻れないか。まあ、そりゃそうだよな。で、寝てます。安眠室、こっそり入ってみよう。眠くなってきた。気を引き締めて、当主のところへ行こう。堂々と寝ている。でかい音を出せば鍵は簡単に取れるか。それなら俺に任せてくれって。こいつはなんかちょこ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 出てくるな。あ、なるほど、先に狼をやってたからなんか順番的にいい感じになったかな。うお、夢じゃねえよ、やべえよ、逃げろ。うまくいった。オオカミが嫌いだったらしい。約束しよう。おお、オオカミ班役に立ってくれた。これで全部手に入れたね。闇の王に会おう。闇の城はどこだっけ。ここか。これちょっとセーブしとく。さあ、では闇の王に会いに行きましょう。はちょっと待って、ピースリスト、どうしろっていうの。こうで白で、ちょっと待って、こうで黒、こうで
最後にヒーロー。これさ、やる意味ある？なんかこのパズルみたいなの。闇の王よ、ドロレスは誓いを果たしました。扉を開けてください。何の気配もない。闇の王のような力の存在があれば絶対に感じるはずの雰囲気がない。空っぽ。この扉を開くアホがいるとはね。過ぎたるは及ばざるが如し。闇の王に会うつもりだが闇の城は空っぽだと知ってしまった。王は消えた。我々も知らない。死んだのか逃げたのか。我らは監視塔の主、王から塔を預かっている。王がいないのは困る。もし王がいないと知ったらこの世界の連中は俺らの言うことも聞かなくなる。僕らが王を閉じ込めていると思っていれば僕らの力は王に勝る。こいつの仕置きを考えると嬉しくなるね。なるほど、4人全員か。なんか勝てる気がしないんだけど。バイチ行こう。防御防御だから、どうしようってな。マジでどうすんだ。早打ち。極限にこそ得るものが。毒効かないか。誰か毒。こいつは効かない。豚効きそうだけどな。牛豚。ちょっとこっちにやろう。インタラプトされた。で、インタラプトした。よく分かんねえ。90って半分以上減ってんね。毒になれ。なってない。ミス。危ねえ。失礼剣からの兜割り。いえー、これなんかどうなのよ。10インタラプトの仕方がわからん。マジでプロテクト。だってインタラプトとプロテクトだけだったらそれで終わっちゃうもんね。でプロテクトガード、カット割り、痛いです。でインタラプトミス。あいつ銃使いなのかよ。ヘビ強制つけ。早打ちでつなげよう。ちょっと待って、強制つけこいつ。ちょっと待って、どうなったの。自分が選んだのがいつも分かんなくなるんだけど。で毒。いや、ヘビは無理だよ。こいつ防御してるしな。こいつ火力ありそうだしな。豚牛か。いつも分からなくなる。でインタラプトされて、インタラプトして、でインタラプトするとマジで強え。でもガードオフからだからめちゃくちゃ通る。やばい、危ない。やらせないぞ。ここら辺マジで研究する必要があるな。我流技 B がなんとなく倒せそうだし。君がため、お叱らざりし我が命思いつつ。ほら、いけ、倒した。一体とりあえず今ひとたびに。あいつ多分インタラプトするやつだから先に倒しておいて正解な気がする。失礼剣、カブト割り。なんとなくみんな残ってる。まあ、倒せるやつ倒せる。危ない時ほど集中できるぜ。援護、地上走者。みんな、決まってや。ヘイト消去。フライングボディープレス。我らの務め、果たすは今ぞ。待って。3使うと無理だな。よし、1体倒そう。とりあえず1体倒そう。3スタンしたけど結局倒したんだよ。
水よ火力。チミ94。今ひとたびにどうなってるこれ。おお、なんか知んないけど攻撃されなかった。で C だな。じゃあこの3人でなんとか C を焼き尽くす使ってきてんだけど、追撃剣なんか覚えてんな、フォロー。ちょっと待って、 こいつここで追撃ってかフォローしてもしょうがなくね。ブルクラッシュ、あ、ブルクラッシュ、あ、でも繋がってんな、ブルクラッシュ。この2人はこれでちょっとつなげよう思いつつ、よし倒した。バンプ私が崩すからのダブル連携。なんか発動しろ。何も発動しなかった。おお、奇跡的に誰も死んでないからね。これちょっともう、あっちの方が速くなっちゃうのか。精密射撃で倒せねえかな。死体が出るのはでもしょうがねえか。もう一応つなげられるだけつなげておこう。こいつは無理だ。流し入り切り払い精密射撃で的をいたぜ。おお、いいね。すげえ、誰も死ななかった。よっしゃ、一気に来た感じや。多いね。彫刻日々鍛錬。よし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 、めちゃくちゃ上がる。ボス級を倒したからか、こいつ技術力すげえな。誰もいなくなった。そしてドロレス自由だ。ドロレスも黄泉の世界も自由です。ご主人様ありがとうございました。自由にしたらいい。もう一頑張り。精霊の場所なら心当たりがある。なるほど、弱い精霊。なんか普通の精霊にしとこう。これこっからまだ戻れる。あ、また選択はできんのか。ちょっとセーブして戦ってみてっていう感じかな。ちょっとね、陣形が見れたんで、陣形いっぱいあったわ。フリーファイトで防御の次のターン行動順アップみたいな感じで、 BP は初期1、2、3、4、5でプラス1でしょ。で連携陣は連携すると BP コスト1になるんだ、マイナス1 だからこれでBP コストが下がってたんだね。あと飛散陣、これは連携したらダメってやつ。敵を倒すと BP コストマイナス3。単独で攻撃していかなきゃいけないっていうのがきついけど、回復毎ターンプラス3っていうのがね結構でかいよね。でも連携しちゃうとダメっていうのがなんかちょっと辛い気がする。で虎穴陣はこれも完全に防御だよね。防御するとコストマイナス1で、最初のターン防御して次こう攻撃していくっていうのはあれかもしれないけど、初期がね3しかないからね。ウォークライ1番の技の BP コストはマイナス1、スタンに強いで、初期値が高いのがいいね。で両翼陣、飛行的に対空効果のある陣形、タイムラインの両端に集まりやすいで、マジカルシャワーはまあ術だよねっていう感じだから、ウォークライでいってみよう。ウォークライでちょっとリタ入れたいで、誰を外すかっていうと、一応ちょっと体術のこいつを外そう。よし、これでちょっとやってみますか。あとなんか武器もまあ強化ができるっちゃ強化ができるんだけど、アイテム使って、まあ、やったけやってみる。フルーレプラス1、必要素材って何、何が消費されたんだかわからん。 まだいける。これあ無理か。まあいいや。
だってこれもともと持ってたのが9でしょ、17だいぶ上がるよね。で装備でミドウ君にフルーレプラス1で、そう武器 B っていうのもあったんだよね。ここら辺で結構見れるわ。クグツのソウルの付け替えが可能って書いてあったね。でボウちゃん、あこれは片手銃1個しか装備できないのか。でリタ2つ装備してんだよね、矛とブロードソード。まあでもなんか杖って感じではないからな。杖ってあったっけ。まあいいや、とりあえずちょっと強敵に挑んでみよう。これでバトルスタート。 あと先生の試練もちょっと付け替えた。えなんか先生っぽいのがいいんだけど。インタラクトはできないでしょ。太陽光線、太陽光線に、こいつをなんとかしたい。魔女の血で、ミドウ君はおお全部1になってる。いいね、カットイン使いたいな。いや待って、やっぱりこのあカットインがやっぱ攻撃力高いよね。エレメンタル C で、こいつを前方に持ってきてこう、よしこれでいこう。最初はうわ効かねえ、地上だから浮いてるから無理なのか。向こう、毒向こう、太陽光線、え、あ、そっか栄翔か。え、ちょっと待って、じゃあリタちゃんグラビティバインド筋力68栄翔ターン1サイコブラスト、こいつを狙おう。で、その間にああって持ってくる。別にあれか、もう使っちゃってんのか。こいつなんとかしたいな。ブールクラッシュはダメだ、つなぎたい、流し切り。太陽光線50食らうな。え、サイコブラストもいきなり来る。とりあえず数を減らしておきたい。痛いです、死ぬ。で早打ち援護で乗らないか。みんな決まってや。パッドインで、で、まあ、まずはやっぱり数を減らすことだな。我らの連携をして果たすは今ぞ。あそっか、でも PP 残しておけんのか多分。スタート、オッケー。フォロー。私についてこれるかな。お、いいねいいねいいね。もう一回いけるんじゃない。オーバードライブ。痛いです。死んだな一人。焼き尽くされた。俺の力が足りひん言うんか。追撃剣、これなんだ、下にあれがくっついてんのは。あ、そっか、フォロー技ってことか。また人走る。とりあえずまず数を減らしておきたいかな。グラビティバインドをちょっと提唱しとこう先生に。肩を崩すな。独壇場にはならないか。独壇場になるやつどんだけ離れてなきゃいけないんだ。あ、そっか、この感じいけるで。だから一人のやつも独壇場でみんな連携すればいいのか。てか独壇場ってどうとも連携になったのか、それがわからん。死んだリタ。なんか強敵もうまくやればなんか倒せそうだけど、ちょっとなんか今はって感じだな。うまく戦えてない。ミス。チェイスって何？あらかじめ標的を定めておくことで
その敵の行動後の隙を突き奇襲をかけることができる。これをチェイスと呼ぶ。火の大精霊になってるし、不意打ち。あ、後ろ取られた。即死。太陽光線が取られた。私は私だ。継承中でしょ。あとこの2人でなんとかできるか。氷雪がいいかな。ブルクラッシュ、あ、ブルクラッシュ、あ、でも繋がってんな。いける。ヘイト消去。太陽光線ワンターン。氷雪して、ここは多分どっちか死ぬな。繋がらんな。火力のブルクラッシュでいくか。いいと、死んだか。極めし技見せてくれよぞ。独断と。いやでもヒットポイントの差で負けるわこれ。火力は高い。いやめちゃくちゃ強いぞ。なんか死んないけど。綱森、あとは任せろ。いやもうこれはブルクラッシュで攻める。こいつも独断場かよ。死んだ。でもこいつなんか倒せそうな気はするんだけどな、うまくやれば。土俵はひっくり返せない。殲滅。再挑戦、初期連携率が上昇します。これ同じ条件ってこと？あ、バトル準備はできるか。ちょっと準備しよう。よし、ちょっとまずツバイ鍛えてプラス1で、あとククリは鍛えられなかった。ブラックイーグルも鍛えた。これでいこう。一応リタちゃん入れておくだけ入れておこう。術の使い方がなんかしょぼかったな。サイクブラスト。いや2人死んだわ。これさっきよりちょっときついな。いやダメだ、完全にやられたわこれ。いや強いな。土俵はひっくり返せない。ひっくり返せそうな気はするけど、ちょっと難易度下げるか。ちょっともう普通のところでいきます。どうなってる？やっぱ俺には今ちょっと術を使いこなすのが難しいな。陣形も連携陣、いやでももうくらいだよな。あ、でも他の人たちの BB コスト下がるのいいよな。 BB ファイト、あ、連携陣がいいかな。やっぱりやっぱこれでいこう普通に。あれ、ちょっと待って、うちのミドウくんどうなってる？あ、フルーレ、ここは鍛えよう。よし、武器強化もう終わって、あ、待って待って、あと先生、先生、先生変えよう。よし、今度こそ。おお、なんか普通に弱そうになってる。1ずつでとりあえず攻撃しとくか。まず連携させるのは重要だね。じゃあ連携でマイナス1になるんだったら、え、じゃあさ、こいつやっぱ連携に入れたいよな。ククリはいっか。こいつはでも入れたいよね。んでも連携つなごうとするとやっぱりこういう順番にはなるか。3、4でしょ。でこいつは全員次のターンマイナス1になるってことでしょ。全然難易度変わんな。小づく催眠、あ、スタンなんだ。催眠は挑発、あいつしか狙えないってこと。あ、そうだね、まあしょうがない。
で倒せるやつをどんどん倒していこう。早打ちで、キックの体験の出は後だな。だいぶ誰が倒したか分かんねえ。で倒した。だってこいつが後みたい。絶対楽勝でしょ。さっきの戦いに比べれば全然楽だな。やべえ。ただミドクちょっとやらせないぞ。やべえ。主をいいだな。主を守るな我らクフルクラッシュ。君のためお叱らざり守って。ミドクんで攻撃しよう。スタート絶叫勝負自爆してきやがった。でももうこれで終わりでしょ。終わりや。いや全然違うわ。一人死んでしまったけど、よし、まあまあまあ、上がってくれればいいよ。別に死んでも上がるからね。で精霊の力、こいつも仲間になるの。帰る墓場、墓場まで行こう。また墓穴に入るか。あれ、あ、そっか、世話になったから構わない。こいつが来んの。ああ、闇の方があれでは願いを叶えてもらうのは無理だったからね。こんな世界にいる意味なんかない。なんだこいつ。こいつの正体知らないのか。あんた誰や。ハンター、依頼され魔物を狩るのが仕事。この人の言うことを信じないで。俺は何も言わない。見ればわかる。この人は狼使いやのうて、この人自身が狼。いや、そんな関係ない。めっちゃ助けてもらったもんだって、こいつ。俺の獲物はこんな小物じゃない。こいつ唯一のいいやつだよ、この世界の中で。今食う闇の人狼。概念を取得。ということで、あと2体。これ、どこまで続く？もう一世界いけるかな。まあ、いっか。まあちょっと長くなっちゃったけど、まあ、一つの世界を終わらせたということで。いやー、でも心残りは、まあ、やっぱりちょっとあの強敵を倒したかったね、炎の精霊。何回かやってコツつかめばいけそうだったけど、まあ、ちょっと今回、まあ、普通で妥協しましたと。ちょっと本編やるとき最初からやり直すか。多分これセーブデータ引き継げるとは思うんだけど、多分ね、ここでね、戦闘方法とかいろいろ熟知してやった方がなんかいい気はするんで。まあそんな感じで、今回はここで終了したいと思います。ちょっとこの後なんかネットとか見て戦闘のうまい方法を学習して次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いですと思ってね、ちょっと調べてみたら、もう次の扉開いたところでなんか終了にはなるらしいんで、金か水、これ多分順番の違いっすね。まあ、とりあえず触れるだけ触れておきますか。だからこれまた、2番目の世界、さっき火に行ったんですけど、選んだ扉によっては全然金も水もできるみたいなんで、まあ、そういうのも極めようとすると、なんかかなりボリュームはあるっぽいっすね。で、多分これで終わると思うんで。では、未動編、これにて終了したいと思います。お疲れ様でした。